大阪支部4750井上翔吾です。よろしくお願いします。そうですね、結構いいエンジン引けたと思うので、まあ、直線よりターン回りがすごく気に入ってるエンジンで、調整も合ってると思うので、しっかり着取っていきたいなと思います。好きです。いつも結構乗りやすいことが多くて、まあ、墨の江が地元なんですけど、ナイターというのもありまして、まあ、結構好きな水面ではあります。はい、そうですね、趣味でほとんど休日は自転車乗ってることが多いです。ロードバイクの方乗ってます。そうですね、結構距離行くときは120キロとか往復で走ったりしますね。はい、それお一人で？一人で行くことも多いんですけども、先輩の大平さんとか、大阪の先輩ですね、北村さんとかとも一緒に行ったりします。はい、クリスマスはここ最近仕事してることが多いので、いつも子供の、ね、サンタさんとのプレゼントとか反応、子供の反応見たいなと思うんですけど、ずっと仕事でここ最近行ってないですねっていうのが逆に思い出ですかね。はい、僕にはいないですけども、はい、まあでもいい、今回いいエンジンが引けたんで、プレゼントかなと思って頑張ります、パッと見て分かりにくいんですけども、はい、まあ、さっき趣味が自転車と、まあ、トレーニングも兼ねて自転車やってるんですけど、室内でできる自転車のここにつけてですね、それに反応してモニターにレースができたりとか、そういうできる機械があるんですけども、まあ、結構ええ値段で、まあ、これが欲しいなと思います。室内でもトレーニングできるので、雨の日とかはやっぱり室内でローラーこいだりはするんですけども、まあ、こういうのあればもっと楽しくこげるかなと思って書きました。はい、いつも応援ありがとうございます。しっかり買って、穴開けて、しっかり穴開けて返したいなと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。立ち釜ポーズっていうのを皆さんにやってもらって、はいはい、何か決めポーズとかありますか？決めポーズですか？自分のポーズでいいってことですか？はい、勝ち釜、ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。勝ち釜で、あ、見てます。よかったら。ありがとうございます。ありがとうございます。